最近ちょっと変わってきてました、実は。もともとはそのコペル英会話を立ち上げたのが、日本 の, その英語業界で、その時っても英語で英語を勉強するしかなかったんですね、あの英語で、はい、だからもうあのスクールも完全初心者でも英語しか話せない先生に習うのがいいみたいなのがあの主流だったんですよ、でいやそうじゃなくて日本語で言わないと分かんないでしょって、初心者の人っていうのでコペル英会話を始めて、でその時はその正しい英語の教え方、習い方を広めたいっていうのでもともと始めたんですよね、でまあ当時はちょっと例えばミクシーかミクシーとかでコミュニティが英語コミュニティできたりとかして、で YouTube もできていて、アプリとかもできていて、でその中でメルマガもやってるんですけど、ちょっといろいろ考えが変わってきて、英語をなんていうの、死ぬまでの趣味というか楽しむものとして考えてもらいたいなと思って、で一番それいつ思ったかっていうと、例えばお年寄りは分かんない、お年寄りの方が、お年寄り年配の方が、メルマガを登録したんですね、でずっとなんか受講していただいたみたい である日その方の弟さんかをなったらメールが来たんですよ、実は姉が他界しまして、メルマガは今までありがとうございました、ここで解除お願いしますって来た時に一応返信したんですけど、なんかありがたいなと思って、死ぬ直前までメルマガをこう読んでいただいて、どれだけプラスになったか分かんないけど、楽しんでもらえてたんだなっていうのがすごいあったんで、それからはちょっと切り替えたのね、結局英語というかスパルタ式にこうなんか勉強してちゃんとやってくださいみたいな感じじゃなくて、楽しみながらやってって、でいつ死ぬか分かんないから、それまではその英語で苦しかったみたいな、じゃなくて英語楽しかったなって思ってこう 死んでいけるような感じ、そういうのが流れがいいのかなと思って、結局やっぱりスパルタ、式にやるところもあるけど、そこじゃないでしょって、人生楽しまないと、英語も含めて楽しまないとなってすごいあったんで、最近ちょっとそういう方向性に変わってきてるんですね。なんかもうこういう話を聞くとですね、今からちょっと飲みでも行って話しながらになるんですけど、いや僕も本当に全く同じように考えてて、やっぱりもう人生思い出作りだったんですよ。死ぬ前に何をこう布団の中で想像するのかと、その時に英語学習つらかったなと思ってなくて、確かに間違いもあったけど、いろんな友達できたし、挑戦もできたし、あの国にもこの国にも行けた、よかったって言って、また次の、人生でも頑張ろうって言って、死にたい、僕自身も思ってて、その方、いろんな生徒さんの人生の中で、我々英語教師がいて、そこでやはりいい思い出を作っていただきたいなと、で僕自身もこうやって英語できるようになった理由を考えた時に、やっぱりワクワクしてたんですよ、いつも、それこそ海賊になって世界宝探ししたいもそうですし、カーペンターの歌歌いながらすごい楽しいな、なんか英語話してる自分かっこいいなと思いながら、でなんかその社会がワクワクしてる人たちでいっぱいになればいいなっていう気持ちがあって、そのためには我々こう大人がワクワクしているの、しかしその時そのワクワクする時って多分ね、なんか挑戦してる時だと思うんですよ、何か頑張ってる時がワクワクする、でも、英語がこれ話せないからやっぱりこの挑戦やめようかなって思われる方もいるなと思った時に、全日本人全員をこうワクワクさせるのは難しいかもしれないけど、英語が話せないということが理由で挑戦をやめ、ワクワクをやめてる方には僕は、お手伝いできるかもしれないと、なので英語が理由で、挑戦を諦めてる人がゼロにしたいって思ってる、そんな理念で、してやらせてもらってますね。生徒様やっぱり海外行きたいとか、行っていろいろ見つける人もいて、一人一番長い生徒さん、今通ってるかどうかそれはよく分かんないですけど、休会とか結構する生徒さんで、その方が留学した時に向こうで、留学して帰ってきて、半年ぐらいして帰ってきて、ちょっとご相談があるんですって、やめんのかと思って、留学もしたしと思ったら、そうじゃなくて国境なき医者に行きたいって言ったんですよ。でその時な、そういうのがあるんだと、そのなんか海外に行くと逆に英語じゃなくて他のものが見えるっていうのがあるんだと思って、でその人も多分英語できないからいいやと思ってたら、そういう気持ちにならなかったと思うんですよね。確かにそう、翔さんが言う通り、こういろんな英語ができるだけで実はいろいろ開けてくるっていうのは、確かにもう生徒さんもいろいろ見てきたんで、それ大きいですね。そうですね、だから僕昔塾で英語を教えてる時に生徒たちに言ってたんですけども、で今度のテストがありますと、ね、何点取りたいですか、で、例えば80点とかっていう子いるんですね、そういう子ってね80点取れないんです、60点ぐらいなんですよ、
100点取りたいって言うとね、これね、90点しか取れない。120点とか有効にかけて100点取れるんで、だから英語なんかもね、あの英語を学びたいっていうのが、それこそ国境なき医師なんで活躍したいってなると、英語を話すかどうかっていうのもこれ、通過点になりますから、あの気づけばね、ゴール、その英語を話せるところクリアしてることが多いので、よかったら、まあ、英語を、ね、話すことを夢持つのは素晴らしいんですけれども、その先をもうちょっと見るとですね、あの気づいたら英語を話せるなってるんじゃないかなって思って、僕の場合だったら世界で宝探しがしたいと、そのためには、本当は世界中のいろんなことを見たい、そのためには英語が必要だから英語をやってる。で気づけばもうその正しく話すとかっていうのはもう関係なかったんですから、英語を話せるなっていうのがありますかね。はい、いいですね。うん、というわけで、まあ、そういう思いを持って、はいね、英語を教えさせていただいている2人ですね。はい、まあ、今ね、たくさんの方ご覧になられていると思うんですけど、うん、まあ、いろいろその課題をご自身でお持ちの方も、ね、いらっしゃると思いますが、どうですか？そうですよ、僕があの結構セミナーやってるんですよ、うん、でセミナーであの結構力入れてるのは初心者の人とか向けの内容 で、うん、で頻繁にやってるのが、文法、中学英文法の復習講座とか学び直し講座みたいなのを、ね、やっていて、で日本人の方で特にこうつまずくのって文法でつまずくんですよ、うん、で文法会社必要かどうかっていうと別に必要じゃない場合が多いし、そこ飛ばしてもいいんだけど、うん、結局日本人 の、 その英語学習者の人って中高で6年間やったんだけど文法ができてないみたいな、うん、コンプレックスがすごい強いんですよね、うん、そのコンプレックスを外すためにその中学英文法の内容をやっていて、でよくあのいただくご質問が過去完了形の使い方分かりますみたいな、ほぼ使わないよみたいな感じなんですけど、そうですね、そういうのも踏まえてやっぱり知らないと学校だと全部やるじゃないですか、うん、全部できないといけないと思っちゃっていて、でそのだいたいセミナーで、うん、あのよく使うのはこの5つで、うんうんうん、次にもうこの2つ使うかもしれないけど、うんうん、過去完了をもう過去形代用しちゃうからっていう、うんうん、話とかしてるとだんだん皆さんすっきりしてるんですね。過去完了できないっていうこの、うん、あのコンプレックスみたいなのがあって、うん、あ、いらなかったんだって思えるんで、うん、で実際その本とかで読んでてもやっぱりピンとこないと思うんですよね、うん、僕まあ英語思考グラマー出してたあれですけどなんかああなるほどみたいな感じにならないけど、はい、実際セミナーだとじゃあ文書いてくださいって言って添削もするんですよ、うん、でそうすると自分がちゃんと文があの正しい文が書けるようになるわけなんで、うん、なので多分そうつまずいてる人は一人で勉強しちゃってるから、このフィードバックがない状況で勉強してるからつまずいて先に進めないみたいな感じだと思うので、セミナーでも何でもいいんで、まあそういうのに出てもらえると多分次に行けるんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱりそのアウトプットしたことに対してやっぱりこれでいいのかなっていうのは不安だと思いますから、やっぱそういう英語分かる方とかフィードバックもらうって大事ですよね。その井村さんのセミナーなんかに実際お会いできますし、はい、うん、そうですね、実際井村さんからフィードバックもらえるんですか、はい、これは貴重ですね、いなかったら怖いですね、いなかったら怖い画面みたいな画面で井村ですね、はい、ちゃんともう書いてもらって、まあ、いろんな実際があるから書いてもらって、でここはこうですよって、うん、で実際まあ自分で使えそうな文を作ってもらうんで、うんうん、そうすると自分に関連する文を作るとなんかピンとくるんですよね、うんうんうん、やっぱりジョンが何々しましただと、ね、まあ、ピンとこないんですよ ね、 ね、 そうですね、自分だとあこういうことかってなんとか分かるので、まあ、とりあえずそれをとにかく文作ってもらってっていう、で直してあげて、じゃあ分かるから一応自信持てるはずなんですよ、うんうんうん、そうですね、やはり学習するときに自分ごとになってるって非常に大事だと思うんですよ、うん、他人ごとの英文と自分ごとの英文だったらやっぱり記憶の定着も違うと思うので、うん、ご自身に関する英文を書いたり言ってみたりする、うん、それに対してフィードバックがもらえるっていうのはすごいですね。わかりますか？そうですね、メッセージ、メッセージ、はい、いや僕ね今これ動画でも我々いっぱい喋ってきましたし、はいはい、まだあと 5,6 時間いけると思うんですけど、ね、でも結構長い間見てくださってると思うんですね、はい、で今ここまで見られてる方って、うん、英語を本当に話したいんだろうって僕は思うんですね、うんうん、でやはり今のその気持ちは非常に大切にしてほしいと思うんです、うんうん、で先ほど井村さんも僕もあのお話しした通り、最後死ぬ時にですよ、やっぱりあんだけね学びたいと思ってた英語だからやってよかった、うん、って言って、まあ、それこそ、うん、しかる終わるべき時には終わる人生ですね、うんうん、という、まあ、そういう人生を歩んでいただきたい。で、まあ、英語の学習の仕方っていっぱいあると思うんですけれども、うん、
まあ、そのうちの一つとして、まあ、井村さんのセミナーもありますし、まあ、僕の今スマホ留学というものもあります、うん、し、まあ、スマホ留学であれば無料レッスンというのもありますし、ね、まあ、メルマガ登録していただいたらそれで無料で授業を見れたりしますので、まあ、そういうのを見られて、あ、合わなかったらもうやめたらいいし、合うんだったらそれで続ければいいと思いますので、ぜひその今の気持ちを大切にして一歩行動していただければと思っております。スマホ留学はまずね、フィードバックが、あ、そうなんです。はい、まあ、授業でインプットしていただいたものをご自身で、携帯でスマホでですね、アウトプットし、それがまた、講師からですね、こうフィードバックもらえる。まあ、なので、そこだけ見るとマンツーマンレッスンみたいな感じですね、音声に関してですね。はい、っていう感じで。そうですね、フィードバックあるかないかで、多分学習してる人、今までずっと一人で独学してきた人は多分感覚わかんないと思うんですけど、その、フィードバックあるかないかって、もう運命の差なんですね。うんうん、そうですね。やる気が違いますよね。そうですね、うん。だから学んだことがそのまま 100% 出せるかっていうと、それちょっと難しかったりしますので、うんうん、で、それは自分でもちょっと不安だと思うんですよね。うんうん、そこがちゃんとそのプロの目線から、あ、いいですよっていうのと、うん、直した方がいいですよっていうのが明らかになれば、うん、行動も明らかに、うん、学習も明らかになって、また進めていくので、フィードバックは、あ、確かにさっき言ったその文法のとりあえず日本語を書いて、うん、英語で書いて、でそれ誰か見てもらってくださいっていう時に、うん、見てもらわなくてもちゃんとした文が書けるようになりたいとか言うんです。その時も結局今までそういう、先生に何かやってもらうっていうのはなかった人って、うんうんうん、そのフィードバックの感覚が分かんないから、うんうんうん、なくてもいいんじゃないかみたいな感じになっちゃうんですよ。でそうすると、でも正しいのが分かんないけど見てもらいたくないみたいな感じで、そこでなんかこう進まなくなっちゃうとね、さっきそうおっしゃった合ってるかどうか、合ってなかったらここ直すんだよみたいなこと言われると、確かにその次のステップが明確になるんですけど、やらないと明確にならないですよ。でどうすればいい、じゃあもう一回中学英語からやり直そうみたいな感じの人すごい多いんですよ。でまた中学英語の文法の本を買って勉強して、うん、現在完了形で止まるんですね。分かんないみたいな。そうですね。はい。そう、そうこの3時間で中学英文法が分かるみたいな本を買って、はいはい、また現在完了形で止まるみたいな感じになっちゃうんで、はいはい、そうやっぱりだからこうインタラクティブな感じのものにぜひ行ってもら、うん、次のステップとして行ってもらいたいですね。まあ、というわけで、はい、こんな我々がお届けしてきましたけれども、はい、そういえばあれですね、今日服装が逆なんですよね。そうですね。僕はインナーがネイビーで外がホワイトで、はい、井村さんはインナーがホワイトで外がネイビーという、はい、もうなんか打ち合わせしたかのような、うね、まあ、打ち合わせしたんですけどね。前日、この服で行きますって言ったら、井村さん逆でじゃあ来ますということで、まあ、そんな逆ペアルックな2人でございますが、はい、お届けさせていただきました。楽しんでいただけたでしょうか。またこれからも、はい、お互い、まあ、楽しく授業していきますので見ていただければと思います。はい、じゃあそれでは、さようなら。バイ。